聞いたー、サダコったね。まさかのここでサダコるとは。おっと、これまだ水中だ。いや、ただこいつとは多分ね、触れ合っちゃいけない。サダコった人間とはね、はいはいはい、わかったわかったわかった、シックス君についていけんだな。おい、こいつ歩幅がずりーよ、リーチあるもん。やばいって。ベッドの下だ、ベッドの下、100億万パーセントベッドの下だ。何こいつ、エンダーマンで、やり直し。わかったわかった、また貞子から見なきゃいけないの俺。貞子るシーンから。これ見てさ、貞子が出てこない人いるんかな。絶対みんな貞子るって言ってると思うわ。貞子るって言ってんのは俺だけか。貞子を動詞みたいに言ってるもんな。で、まあ毎度おなじみ、シックスくんだけはバレないという謎演出あるんで、多分シックスくんと同じ位置いても俺死ぬから、ベッドの下なんじゃないかなと思うけどね。俺やっぱこの落書きと一緒だよね。あ、やっぱこいつ背高いからわかんねえんだ、下の方。なんだ、おいシックス大丈夫かお前。シックス、やばい、え、シックス捕まるって。シックスシックス、やばい、やばい、助けに行こう、助ける。え、お前もうかがんじゃってる。シックス、え、シャドウになっちゃった。あ、シックス、え、今の助けた方がよかった。いや、でも俺が捕まった時はゲームオーバーになったんで、これで合ってると思うんだけど。え、シックス、やべ、シックスが捕まっちまった。なんだこれ、なんか月光モリアみたいなことをやってんのか、もしかしてワンピースの。おい、返せよ。あ、なんだ、あ、これもう一回この世界行ける。おい、シックス返せって。おっと、なんだ、すげえ、体内に入ったみたい。もしかしてこれ、おどこ、これ、なんだよ、働く細胞みたいな世界観になると思ったのに。こっから結晶版ちゃんと会いたかった。ここどこ、もしかして電波塔までワープしたりした可能性があるな。おい、でも俺シックスがさ捕まっちまったからよ、もうこっからは協力プレイできねえんだよ。返せよ俺らのシックスを。もうこれ物語的にも終盤に入ってきてるってことだな。あ、これ左のテレビからもう一回入んのか。あ、なんだ、上のテレビがフューチャーされてるけど、これ多分左のテレビからまた入るんだよね。おい、シックス返せよ。あ、弾かれた。なんだ、おい、俺らのシックス返せ。なんだこのワープ、よくわからん。ワープという技を手に入れた俺は。ただいま、帰ってきちゃった一瞬で帰ってきちゃった。ただいま。ん、あー、これなんか回して、あー、了解了解了解、了解です、了解です。こっちじゃないよ、テレビ向こう向こう向こう、テレビ向こうにあって、ワープポイント向こうに移動させてからワープすればいいのね。オッケーオッケーよ。で、これであいつ帰ってこないよな。帰ってこないから左のテレビから入ってってことね。オッケー、これでワープ。いいねいいねいいね、面白い新ゲミックだ。つまりは、いや、あのロイドフォージャーなんなんマジで、あのセタカロイドフォージャー、絶対あんなアーニャも懐かねえよ。シルクハットってだけでロイドフォージャーにしてるけど、やべ、ちょっと待って、まずい、ちょっと待って、帰ってきた、あぶねえ、ちょっとスクリーンセーバーがかかっちまった。進んでいくか。まあ、こっから先進んでいけばいいんだろう。おい、本当に千と千尋みたいになってきたな。千と千尋でねえ、千尋もこんなところ通ってたけど。さあ、ここは振り子の原理で右にポンと。オッケー、いいよ。まあ、モノ君もね、だいぶ旅してきましたから身体能力は高まってるはず。極限状態ゾーンに入ってる。で、次の部屋と電波塔が、ただどこにあるかわかんない。
多分あいつって電波塔にいるよね。ん？これはまた下行くか。降りて、いいね。このテレビは使えないんだよね。使えるテレビと使えないテレビがあるから、まあそこは見分けしていかないといけないんだけど。ん？これ上のテレビに行きたいんだよね、俺。多分あそこにワープしたら正解だから、これ電気つけるとかじゃない？横にあるスイッチを押すとか。じゃない？どうにかしてこのテレビを使いたいんだよ、多分。だけど、何すればいいんだろう。なんかチョップでいけない？チョップで。伸びたままみたいにさ、チョップでいけない？チョップで。ジャンプしたら。振動を与えたらみたいな。ねえわ。何すんだ？あ？これ何？あ、なんだこれ？え、何これ？あ、今何をゲットしたんだ俺。あ、リモコン？あ、電源みたいな？これ差し込めばテレビつく。どうだ？ん？何これ？はいはいはい、リモコンね。了解了解了解。で、これで上行けると。オッケー。でもこれリモコンってことはさ、つけたり消したりできんじゃね？おい、でもその代わりに俺ライト失ったんだけど。最悪。スモールライト失いました。これは下行くしかないか？また。あ、いや、これテレビあるな。テレビつけて、ちょっと待てよ。あ、テレビついた、テレビついた。テレビつけて、まあ、これテレビつけたとはいえ、これあれだな。あ、何すりゃいいんだ。一旦下行ってみるか、これ。下行けるし。あ、排気口通れる。ちょっと待ってよ。俺、あのテレビつけた意味あんのかな？いや、でも、後々響きそう。ただつけれるテレビなんてないと思うから、リトルナイトメアは。奥で音鳴ってるもんね。多分戻れたりするんだろうな。あ、あった、テレビも音。で、あ、このレバーを押して、ん？なんだこれ。台車か？なんだこの台車。あ、台車を、え？この台車を、え？あ、この台車、え？なんだ、え、マジでこれ何？ここら辺に置いとくみたいな。で、足場にすればいいんだよね。俺はそう予想するよ。じゃあテレビで一回戻りますか。一回テレビで戻って、で、ここ渡れんのかこれ、大ジャンプで。行ってみるか一回。これもな。ああ、そこ捕まんのね。なるほどなるほど。意外といけんのか、サスケか。あー、で、これシンプルに、一人で行ったらいけませんよーっていう意地悪ステージだ。ただ俺は足場を作ったから、あそこに乗り、乗れよ。作ったんなら乗れよ。乗るむずくね、これ。もう一回行ってくるわ。乗ればいいんだね。もうちょい手前か？ここら辺かな？ここら辺ジャンプで乗って、オッケー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 。で、もう一ジャンプで乗ればいい。セーフ！オッケー、アウト、セーフ、よよいのよいでセーフでした。相手の服を一枚剥がすことに成功。野球拳。さあ、ここスライダーだね。リトルナイトメア1でも結構あったよ、スライダーは。スライダー乗ったら結構衝撃な映像が流れるっていうのが、ありましたから、1でも。さあ、乗ろうか。行こう、スライダーで。おう。全然衝撃な映像なかった。ただただ違う部屋に移動したわ。なんだ、ただ隣の部屋からなんか音が聞こえる。また人間いるんじゃない？いた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 。俺さ、あっ！はっ！今リモコンで消しましたテレビを。そして電気タイプの攻撃を受けてやられました。怒んなくていいじゃんね、別に電気消しただけで。もう一回つけたるっちゅうねん。なんでそんな怒んの？まあまあいいんだけどさ、じゃあ、ここで好奇心でリモコンを使ってはいけませんよということだね。でもただ、これ多分そのまんま通ってもやられるんだよね。というのを一回皆さんにお見せしましょう。やられねえわ。
そのまんま通るのが正解だったわ。なんか下手にリモコン操作する方がダメなんだな。あ、そして、あ、こっちのテレビの電源つけれたぞ。あー、でここ登れないから、ここ登れないから登れるわ。登れちゃうんだよね。あー、いやでもテレビでワープする必要がありそうだな。今なんかちょっと無理そうだったから、冷蔵庫開けて、とりあえずいたずら、とりあえずまずいたずらから入ります。で、冷蔵庫はね、登れるんですよ、上に。大抵の場合登ってもなんもねえわ。そしたらまたバレないようにテレビを消す必要があると思うんだけど、まあこのソファー裏で合ってると思う、正直。で、このおばちゃんが時計回りにこっちからこうやって追ってくるのを予想して、俺も時計回りに動いていこう。まずテレビ消す、隠れる。そっち行くんかい、時計回りじゃなかった、全然。で、テレビつけてすぐ、つけてすぐワープだな。 OK、 テレビつけてワープします。ワープした先におばちゃんいるんじゃね。バレない、これ。絶対バレてるよ。うん、なんか、うん、窓越しに小人がワープしてきたら気づくもん、普通。で、このはしご登ってか。おばちゃんつうか、なんか顔がもう異形だったな。異形、いけ、変な形ってことです。ちょっと日本語難しいよね。まあ、日本で生まれ日本で育ってるんだけど、日本語ってむずいなって時々思うもん。さあ、この六木登っていって、またあのリーマンを巻く必要がありそうだな。ただ巻き方が、こっからテレビ消すとかでいいんじゃね。ここバレないっしょ、今私左にいるんですけど。ここバレたらさすがにもう目良すぎっていうか、なんか目でかすぎっていうか、電気タイプって感じ。いや、こいつマジ電気タイプです。ただ向こうのテレビに移動するには何かしないといけないんで、ここでかがんでもさ、バレるよな、さすがに。意外とバレない予想していい？はい、消します。てか待って、向こうのテレビつけとかないと。そうだそうだそうだ、危ねえ危ねえ危ねえ。で、消す、テレビ消します。で、鏡ます。バレてな、バレてない、これ。あ、バレてないわ。何こいつら、テレビからテレビに移動する習性があったりするのかな。わけわかんねえけど、その性質。あ、やべえ、待って、このテレビ登れる。オッケー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 。なんかわかんないけど突破しました、今の。わかんないまま谷底に落ちてって、おお、俺も谷底、登れ登れ登れ、登れ。うん、こいつ反り立つ壁とか得意だろうな。モノ君反り立つ壁難なく突破していきそう。そうそうそう、結構順調に進んでんじゃないかい。びっくりした、お前この突起がお前シックス君に見えたわ。やめてくれ、三角の帽子。今俺それ見たらシックス君しか出てこねえんだよ。あぶねあぶね。さあ、また滑車が出てきましたね。今度こそグロテスクでびっくり仰天な映像が流れるんじゃないでしょうか。行きましょう。スライダーといえばだからね。おいおいおい、進んでて。これ降りて大丈夫？これ降りたらなんかダメな気がするんだけど。あぶねえ、セーフ。そしてグロテスクな映像は全く流れませんでした。お？めちゃくちゃ社会人いっぱいいるよ。わーおわーわーおわーおわーおー、オーケー、おたけびだね。これ何？今一人落ちたよ。そしてまた一人、また一人と落ちていく。あー、なんか左から順番じゃねえのが気になるけど、次どっちが倒れるか。俺は右だと思うね。正解しちゃった。んで、電波塔遠くない？ねえ、これもさ、このなんかサラリーマンみたいなのが橋から落ちて自殺していっちゃうのも、あの回電波のせいなのかな。だとしたら早く止めてやらねえといけねえな。ただ相棒であるシックス君がさ、どっか行っちまったからよ。この穴何？お、
ここで会ってそうだね、次行く場所は。テレビつけて、まあただこれ普通に右進めそうなんで右進んでいくか。シックス君さすがにね、まだやられてないと思うんでね。はい、これ入ったらダメという罠ですね。いや違う、これテレビを落として、合ってるかこれ。これ普通に降りた方がいいんじゃない。いやでもせっかくだしテレビ行くか、テレビワープするか。いやこれテレビワープ罠だと思うんだけど、大丈夫かな。そのまま下落ちちゃわない、テレビワープしたら。届くんだ、結構ジャンプできるんだ。そしてそり立つ壁はクリアするよと。さあ続いて、最近はあんまり敵が出てきてないから、敵出てきてもおかしくないね。これなんかレバーがある、とりあえず引いてみよう。レバーは、ね、引けるもんは引くんだよね。痛い、何があった、なんだなんだなんだ、電気が通ってたのか。あ、え、何これ、これでも右奥行けねえから、え、なんだろう。ちょっと待って、もう一回やってみていいか。これレバー引いて、これ多分この水に電気が流れてんだよね。わあ、ほんとだ、バチバチしてるわ。これでなんだ、テレビつけるわけでもねえし、これこのまんま行くと俺やられますよね、確実に。あ、これ待って、一旦閉じて呼ぶんじゃない、あいつを。何かしらでおびき寄せてからだな。あ、こっちか、引っ張りゃいいのかこれ。はいはいはい、で多分追ってくるから、あの人間を電気ショックでやると。おっと、電気タイプは私のようですね。次なる、あれ来ねえんだけど。もう一個あるわ、もう一個ある、もう一個ある。ごめんごめんごめん、木の板もう一個あった。ただやることははっきりと分かってしまったので、もういけますよと。おそらくこの人間が来るから、いきますよ。左ダッシュからの電気ショックね。任せな任せな。かわいい、なんか坊ちゃんみたいなやつ来た。でもなんかちょっと年老いてんな、年老いた坊ちゃん。はい、坊ちゃんダウン、オッケー、ワンダウン。こいつ水タイプだったんだな、電気技効くから。いや、飛行タイプという可能性もあるか。坊ちゃん確かになんか、変なネズミになるし、飛行タイプかもな。さ、先進んでいきますか。この扉も多分先行けないよね。行けない扉が結構多いな。テレビはつけておいて。またなんかバリバリ言ってんな。これ触ったら死にそうだね。漏電してるもんね、これ。一旦普通に右行くか。電気が漏れ出てしまっている。あ、なんだここ。あ、なにこれ。あ、詰まってんのか。オッケー、ヒップドロップね。了解了解。なんか途中いろいろ映った気がするけど、何も覚えてない。何が映ったか何も覚えてない。スイッチ漏電してたの直す必要があったりするのかな。これ何？メディカルキットみたいな。なんだこれ。あー、スイッチを押すためにこれ使うのか。スイッチを押すというか、レバーを引くために。オッケー。そうだね。もうシックス君がいないから、協力してあのスイッチを押すことができないんだよね。ここでシックス君退場とかあるのかな？本当に。いや、ただ、ラスボスっぽいロイドフォージャーは出てきたんで、まあ敵がはっきりすると目的もはっきりして、いい感じになってくるんじゃないですか？あ、なにこれ。これしか開かないの。ね、この不良品のドア。まあまあ、よかったよ、俺が細くて。で、テレビつけて、まあ、ただこれテレビ乗って、うん、一回どっか行くか。一回どっか行ってみよう。おっそー、これ。おっそー、エレベーター。今までのが早すぎただけなのかもしれないけど、おっそー。そして、なんかこの階で降りるわけじゃないんだ。どこまで行くんだろう、これ。あ？帰ってきたんだけど。え、ただいま。で、このテレビで一回戻ります。で、もう一回今のところ行ったら、あれじゃない？なんか、できるとかじゃない？
多分そうだよね。ここの階行って、この奥だよね。エレベーターないから下行けるとかじゃない？わーじゃないよ。え？死んだんだけど。何が正解だったんだろう。結構いい線行ってたと思うんだよな。テレビの電源を入れることで元に戻れて、みたいな。テレビつけといて、このまんま戻ってもだって何の意味もないよね。何の意味もないじゃないこれ。一回戻ってみる。このまま上戻っても、ああ、やることねえから、一旦上戻りじゃなくて下戻りで、エレベーター使って上戻ればいいと思うんだよな。ちょっと待ってね。エレベータースイッチ入れる。で、これで上行くよね。この、2階に行きたいんじゃないのかな？あ、わかった！これ今、あ、わかったわかった！今エレベーターで移動して、ここだここだ、このタイミングちょっとすいません！あ、乗り遅れた、最悪。乗り遅れました。ちょ、もう一回行ってきます。なるほどなるほど。だからやけにエレベーターの速度遅いんだ。エレベーター登ってる最中にこっち戻ってきて、エレベーターの上に乗りゃいいわけね。了解しました。やってきます。上上げる。で、このうちにテレビで上に戻ります。で、エレベーターの上ね。おい、これコナンくんじゃん。名探偵コナンで上に死体乗ってるシーンあるけど、お前。あれ、玄太くんのせいにされるんだよな。あれ普通にちょっとかわいそう。んで上行ったら、は？は、何ができるってんだ？あ？ただいま。おい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 、何もできなかったって。え？え、ちょっと待って、間違ってんのか。あ、これもしかして逆か？これさ、エレベーターを下げて、下げ途中か、もしかして。下げ途中に上乗って、2階で降りりゃいいんだ。そうだ。ここで乗る。で、2階で降りるんだ。ここだ。いや、そういうことだ。確かに2階だけには行けなかったから、そういうことですね。オッケーオッケー、完璧よ。今のところ完璧な推理を見せているよ。まるでコナン。いや、まるで将棋だな。先進んでいこう。はあ、可愛らしい人形があるわ。こんにちは。なんだ？これを別に何かに使うわけではない？えい。お前なんかいらねえ。あれ？あー、で、これあれか。この台の下に行き先があるわけね。よし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 、順調だよ。またこれシックスくんを助けるたびに出てると、勝手に思い込んでるんだけど、シックスは助けられるんであろうか。痛い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 、ちょっとちょっと。なるほど、ローデンフロアか。一旦トイレの上乗って、アンチまでジャンプ。オッケー、こういうことね。そして、あの貴婦人の裏を取んなきゃいけないわけなんだが、テレビの電源消して隠れよう。まあ、いつも通りだね。電源消して隣れたら、多分、隣の部屋まで行ってくれるんじゃない？何してんだ、お前。何してんだ？なんだ？思ったより追いかけっこできるぞ、こいつ。なんだ？おー、当たる！当たってる！当たってない！当たってる！当たってない！なんか築地市場みたいになっちゃったよ。あ？あ、この電気フロアまで誘導するんじゃねえか？ただ、この電気フロアさ、あそこか。あの浴槽だ。はい、ここだね。ここに逃げ込めば、この電気で、この電気であの貴婦人を倒すことができるので、OK です。意外と追いかけっこできるのはそういう理由だね。なんで、見ててね、テレビ消します。戻りますんで、浴槽に乗りますと。で、俺がやられたら意味ないね。俺トイレ間に合う。トイレじゃねえわ。もっとギリギリで。もうこれね。これ。これ。消えろ。よし。今のうち。ここ。
よしよしよし、これは間に合うべ、これは間に合うべ。オーケー、電気ショックでワンダウン。いいですね。やべ、あぶね、あぶね、あぶねべ。グッシーフ。で、このテレビつけて、なんだ？おい、テレビつかねえ。あ、ねえねえ、テレビつかなくなっちゃったんだけど。ねえ？え、このババアのせいなのか？え、なんで電気つかなくなったの？ん？え、ねえ、電気つかなくなっちゃったんだけど。ちょっと？コンセント？ん？え、なんで電気消えたの？これ普通にこの足場を使ってドア開けろっちゅうわけね。じゃあテレビの中には入んないんだ。なんだ。テレビはおとりか。電気ショックを食らわすためのおとりだったと。オッケー、いいよ、順調だよ。で、ここ登りまして、次の部屋に行きましょう。わー！ディスコ？何ここ。なんだろう。な、クラブかな？クラブかなんかかな？きな、なんかクラブがある！影人間のクラブ！おい、ちょっとクラブ俺も参加させて、混ぜてよ、俺も！ねえ、みんな！みんな、ガブ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